お休みやめた。開門三六高陵園。朝9時から5時まで。やっと来れました。もうすでにすごくいい匂いが漂っています。入り口、向こうになんか建物が見えて、こっちの手前に天然香料蒸留工場と書いてあります。ここはここでしか取れない香草のエッセンスが、エッセンスをまさにここで作っていて、森の中にお店があります。すごくいい匂いが漂っています。ここでそのアロマオイルを買えます。花と香りの店。さっきちょっと寄ったんですけど、これが芳香の木です。芳香といって天然香料リナロールを含有するクスノキで、当工場では70年以上前から抽出しています。クスって言ったらカンファーオイルが有名なんですけども、タンスの中とかそういうのに使う、それとはまた全然違うリナロールが 85%、 ここでしか作ってないそうです。で、芳香以外にもティートゥリーとかローズマリーとかレモングラスとかもオイルを作られていて、このカフェも素敵ですね。グリーンカムスイーツ、トマトスープにウジ、なんか素敵なメニュー。そして今日は、タイムリーなことにティートゥリーの花が咲いているそうです。ちょっと見に行ってみたいと思います。この裏が、ハーブガーデンになっているようです。わー、高まる。いいですね。同じ鹿児島なんですけれども、南端に位置するこの開聞岳のふもとの指宿とか山川とか、この辺りはもう全然植生が違いますね。わー、素敵なハーブガーデン。真ん中にあるのはマグノリア。マグノリアって映画があったんですけど、これは多分レモングラスですね。どこにティートゥリーの花が咲いてるのかな。これはセージですね。セージ、天ぷらにするとうまいんですよね。そしてこれがゼラニウムです。これね、すっごいいい匂いですよね。私、ゼラニウム大好きです。午前中。虫除けにもなります。そして、これがローズマリー。ローズマリーのオイルも作ってらっしゃるそうです。ラベンダーかな？花は違う花が咲いてますね。アジサイが咲こうとしています。アジサイの床は、鹿児島は今ドクダミの花が満開です。大分もそうだったな、ドクダミの花。これラベンダー、ローズマリー、ローズマリーですね。どこに咲いてるんだろうね、ティーツリーって。どこだろうね。ねえ。あ、これだ。あったあった。ティーツリーの花がありました。
わあ、感激。ティートリーと言ったらもうね、虫よけとか、午前中の私はオイルですね。あとお肌とかにもすごく良いのと、歯磨きとかにもよく入ってますね。うわー、ティートリーの花咲いてますよ。皆さん見に来てください。ティートリーの上流会は9月ぐらいにあるそうです。あと9月の2、3に芳香の芳香と、なんて言ってたかな、もう一個3日にね、芳香と何かの上流会があって、その上流会に来るとあのウォーターを無料でもらえるということでした。これは何だろう、美味しそうな匂いだよね、きっと。わー、ティーツリーですよ。ティーツリーの花を初めて見ました。これです、ティーツリーの花。かわいいんですけど、匂い嗅いでみたいと思います。なんかかすかな匂いがしますね、花から。一面のティーツリー畑です。素敵ですね。いろんなハーブがあります。素敵なとこです。ハーブガーデン奥まっていて、本当に秘密の花園という感じですね。マグノリアの花もいい匂いがするんですよね。今は時期じゃないけれども、ローズマリー、ミントも生えてます。素敵です。フクロウのアドモンストーン、宝生が盛り込んであって、この木の土台の宝生が、ここもね、あのお友達です。この設計は私はちょっと夏はしたいと思うので、ここで作られているものを出す。はい、日本でオイル作られてるのを結構探して、はい、空のもうラベンダーと、あとミルクのカンファーオイル、ああ、クスの、はい、はい、それは取り寄せてたんです。こんな近くで、こんな昔から本性を、で、オイルまでって、なんかカヌーだとウォーターまでは作られてるけど、オイルは作られてないってことだったので、そのバラでもね、高価ですもんね、量が取れないのですね。もうだいぶ最近は増えまして、あのアイラでもちょっとやってたり、あ、そうなんですか。この石鹸作ってるボタニカルファクトリーさんもやってたり、黒木さんとかね、あと八島の方とか、そうなんですね。八代かどっかもなんか柑橘を始めて、だいぶ感じになってきましたね。もう70年前からってすごいですね。そうですね。ですからこの窯はもう75年前の窯になりますね。ローズグラニウムは
い、何としてもしたっけ、8月ぐらいに蒸留して、夏に蒸留して、まあ、秋ぐらい、ちょっと3ヶ月ぐらいはちょっと寝かせます。もう少ないからすぐ動くんじゃないですか。そうですね、年間 50cc ぐらいしか取れない。すごい貴重ですね。本当に貴重ですね。やっぱ木のものはね、油分が多いので、たくさん取れるんですけどね。葉っぱですもんね。葉っぱですからね。そうなんですね。わかりました。ボズゼラニウム。必需品です。あ、ローズマリーとローズゼラニウム絶対切らさないです。はい、ローズマリーもうちのはそのベルベノンっていうのが、多いタイプの、はい、種類ですね。ベルベノンが多いとどんな風にいいんですか？はい、ですね、なんか、まあ、他にだとカンファーっていうのとシネオールというのがあって、まあ、ベルベノンタイプが一番香りがローズマリーらしくて、あといろいろ効果もなんかいいそうです。その辺はちょっと私もあまり詳しくないんですけど、ローズマリーウォーターって言ったらイギリスの化粧水とかね、